はい、どうも、とどまると申します。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。というわけで、こちらコメントでコースリクエストをいただきました。ガリガリちゃん、痛みを忘れぬうちにクリア率 0.6% やってまいりましょう。さあ、痛みを忘れぬうちに、とりあえずこれは白でいいんかな。え、でもこれ下にさ、行けばいいんじゃないのこれ。死んだふりしてさ。これじゃいけないの？あ、これじゃいけないんかい。え、じゃあどうすんのこれ。ん？そうだよな、リフトがだって、あっこより下に行ってないから、いけないな、これ。なんだこれ。ん？これなんだろう、これ。死んだふり？死んだふり。いや、死んだふりをしたからといって、いけないんだよな、下に。え、これどうすんの、これ。いや、でもさ、これ下にはでもいけないんだよな。え、どうなんの、これ。これで、ここには来れるんだけど、別にこことかってなんもないよね。あのリフトの下に行くにはどうしたらいいんだ？食らいながらそうか。ここでなんか食らいながら下行けたらいいんだ。え、でもそんなのいけるかな？ここで食らいたい。無理か。でもやることは多分そうだと思うんだよね。ここで、この下のリフトがここより上に来たと、ここでこう下に入っちゃうみたいな。それ以外ないと思うよな。ここで、この無敵時間にこう行っちゃうみたいな。間に合わんよな。ここら辺で一回ちょっとやられといてからの、この、いや、この無敵時間間に合わんな、でも。わあ、いけた。すげえ、こんなことできるんだ。オッケー、というわけで、コースアイディアありがとうございました。コースリクエストは動画のコメント欄などから、いずれお待ちしております。タケノコマリオメーカー2やってみましょう。サムネ映え。え、これだけなのに難しいの？一回地面から離れたら着地しないでゴールやってまいりましょう。なるほど、こういう感じか。はい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 。いけそうだけどね、いけないんかな、意外と。くらー！いや、いけんのかい。で、このコースが謎だったんだよね。幅跳び ZR。なんか普通に表面はなんかスピランじゃないけど、なんか幅跳びでぴょんぴょん飛んでいくコースで、なんかね、途中からなんかちょっと騙し要素みたいなのが入ってきてたんだよね、なんか。だからちょっとこれは生放送向きではないかなと判断して、ちょっと諦めましたけれども。これね、ワープボックスに入ったら、ダメなんですよ。一発アウトになるから、しっかりこうやって幅跳びを決めて、はい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 と、オッケー。で、この先がなんだっけ？あー、ミスった。オッケー、オッケー、さあ、ここまで来て、この土管の、うわー、ミスった、ミスった！あっぷな！あっぷな、びっくりした！で、なんだっけな、この先がなんかね、即死ギミックが待ち構えてたんだけどね。この辺はね、大丈夫。この辺は普通に進んでいったら大丈夫で、ここのクリボーが鍵を持っていますと。で、この感じが2、3回続きまして、最後のね、上ほら、鍵ドアとワープボックスの2択みたいになってるんだよね。あれがどっちに入るかで、確かね、どっちもダメなんじゃなかったかなっていう感じだったんだよね。で、生放送の時鍵ドア入ったんで、今度ワープボックス入りますけど、多分上からなんか降ってくるんだよ。だから左に避けよう。ほらほらほら、どっちもダメなんだよ、これ。大丈夫？大丈夫か、これ。ん？こっち行けばいい？うわ、こっちなんもないんだ。今これ裏面にいる？表面にいる？裏面かな今。今裏面だね。ここに乗っといたらいいんかなじゃあ。ああ、いいんだ。これで？いや、なんか即死きそうだな、これ。ちょっと逃げる準備もしとこう。ああ、でも意外とだ。うわあ！うわうわ、いきなり来た、いきなり来た。あ、ここで来ることもあるんか。あれ？これいけないじゃん、でも。ああ、ドッスンを利用して上行けばいいんかな。そしたらここはちょっと待ってよ。一回これでこの足場が消えまして、こういった、あれ？めっちゃ下行った。めっちゃ下行ったけど、多分上には戻ってくれるから、このドッスンを利用して上に行きまして、なんかそう、なんか途中でなんかトロールコースですよっていうコメントが来て、それでなんだ、トロールコースなんだと思ってね。うわ、これ怖いな。ああ、大丈夫だった。よかった。絶対即死来ると思った。これどっち？取る？取っていいんか、これ。大丈夫か？ああ、でも意外と大丈夫だ。あ、意外と大丈夫。いけるいける。行った方がいい。行っちゃおう、行っちゃおう。もう行っちゃおう、行っちゃおう。鍵は2個持っているから、ここ入れる。よかったよかった。で、これ入りまして。ほう。大爆笑。大爆笑？違うんかい。ここくんの、ここくんの違うんかい。だけど、クッパが足場壊してくれるから、ワンチャンまだなんか行ける？行ける可能性ある？ここで？あれ、でもここに繋がってるだけだな。あれ？どこに行けるんだ、じゃあ。わかんないな。この下とかいけない？いけないかな？で、これちなみにこっちの鍵ドアに入っても、まあ同じところに出てくる感じなんだよねっていう。
これどこに進むのが正解なんだ。そしたらここがちょっと怪しいっちゃ怪しいんだよな。この下行けないかな。うわ、なんかキノコあった。あ、そういうことか。それ、あ、なるほどね。ちょっと待ってよ。で、ここからのここに隠しか、隠しは分かんないな。で、これで、これ下に降りたらいいんかな。じゃあ大丈夫か。まだなんかありそうな気すんな。危な、トゲゾウがいた。そこの土管を目指せばいいんかな。じゃあ、あれ、いける？届かねえじゃん。こっちからじゃいけない？こっちからじゃいけない臭いな、なんか。もっと左に寄っとかなきゃいけなかったってこと？こっちは？え？違うわ、これはあれだ。繋がってるんだ。さっき来たところだ、これは。だから、ここ戻されただけだね。でも、もう一回行けるか。これでドア入って、こっち避けまして、で、ちょっと左にじゃあ流れといてみる？そしたらなんか、高いとこに行けて、オッケーオッケー。で、こっからの、行ける？開いてないんかい？開いてない？開いてなかったら、どっから行けんのこれ。ちょっとやり直すか。ここに最終行きたいにしても、土管のところにね、行けるところがないんだよな。なんかあるな。ここからじゃあ、こっちに歩いていくってこと？ってことっぽいな。こっちある？こっちもあるんか。あれ、じゃこっちもあるなら無理じゃん。じゃあ行けないじゃん。あー、でもこれ繰り返していくことによって道がどんどんできるみたいなこと。ここにこうやってこれを渡っていく。ちょっと待ってよ。で、いや、めっちゃあるな、めっちゃあるな。まあでもそういうことなんかな。ちょっと時間がきついな。じゃあ、オッケーオッケー。ここやっと乗れて、ここに乗れて、なんだ、ちっちゃくなっていくか。じゃあ、時間がねえし、あ、これ一マスしかないんかい。いや、入れねえ。これ多分あの一マスに入んのちょっときついから、多分これクッパを下に連れていくみたいな、そういうことじゃないんかな。で、スターが逆に罠なんじゃない？だからあのスター取ってクッパ倒したらダメですよ、生きなくなりますよみたいな、そういうこっちゃないんかな。ほんでこっちにさ、クッパ来てくれんかな。ここまで、こんなとこまで来てくれんかな。あー、来た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 。これじゃないか。これでオッケー。これで土管に入るっていう、これが多分正規ルートでしょ。オッケーオッケーオッケー。さあ、で、何ですか。なんか P を押しちゃいけない的なノリを感じるけど、そうでもない。どうなってんのこれ。なんだ。なんか混沌としてきた。なんだこれ。いや、無理だって。これででも P が切れたらこの道がさ、普通に上通っていけるようになって、それでいけないかな。ここを上通っ、いやきついね、きつい感じなってるねこれ。あー、これめちゃめちゃきつい、ちょ、いや、これはきついか。あ、こっち上からいける。あ、この上いけるじゃん。ここが安全ポイントか。じゃあ、あの道どう考えてもやばいもんね。ここ安全ポイントっぽいね。オッケー。こっからじゃあ、ぬるっと抜けていったら、ゴールまで直通してるんかな。あー、ゴールっぽいね。ゴールかな。オッケー。というわけで、コースアイディアありがとうございました。めっちゃ難しかったわ。